皆さんこんにちは、まわりずムービーズ劇場支配人のまわりですぜ。本日はね、コラボ対戦実況、机の上のたっくんさんという方とのね、コラボ対戦実況をやらせていただきますぜ。机の上のたっくんさんはですね、あのたっくんさんとみっちゃんさんの夫婦でゲーム実況をやられている方ですね。喋りが面白くってね、コラボする直前ぐらいに配信にお邪魔させていただいたんですけれどもね、なかなか面白くって楽しそうにやられてたんでね、もうね、対戦の方ちょっとやらせていただきたいかなと思いますぜ。はい、マッチングしました。通信対戦始めます。 TN がほなみさんですね。ルールはシングルバトル、ランクバトル、シリーズ7、今の対戦ランクバトルの対戦ルールと同じですな。さあ、周りはこのチームでまずは行くぜ。しげみちゃんを軸にしたね、色違いのゴリランダーしげみちゃんを軸にしたこのパーティーでまずは第1戦目をやらせていただきますぜ。うおー、やるぜ。たっくんさん、対戦よろしくお願いします。お相手はアローラキューコン、ウォッシュロトム、鉄火具屋、ボスゴドラ、ヌメルゴン、ローブ進化。初手いきなりしげみちゃんを繰り出していきたいところですな。ヌメルゴンが厄介ですよな。であればダルマも実はありか。ダルマで負担をかけていくぜ。ダルマ、しげみちゃん、ラス1かぐやかな。かぐやあまり取ってないか。かぐやあまり取ってないですぜ。ロンゲか、かぐや入れないと相手のヌメルゴン突破できない気がしますからな。入れるか、かぐや。うん、この3体でいくぜ。なかなか結構切り崩すのが難しそうな高い耐久のポケモンが多いパーティーですぜ。うおー、やるぜ。ほなみさん、対戦よろしくお願いします。さて、お相手は鉄角やからか、鉄角やからか。ほーん、誰まで圧をかけていくかな。フレアドライブで殴っていこうかと思いますぜ。フレドラでね、結構いいダメージ裏にも通るからフレドラでいいよね。それともトンボで引いて、いやダメだな、ここせっかくや、無理やりにでも削らないとダメな気がするので殴るぜ。多分引っ込めてくるけど、お、引かない。初手ダイマックス、北西叩け。あー、ダメだ、半分ぐらいか、ちょうど保険が降りる。誰も終わったな。ビーストブーストで上がるのは特攻、特攻、特殊型なのか。うーん、よし、過去は格屋出すぜ。いやー厳しいな。ダイマを切るぜ。ここは弱点保険発動させてくれることを祈って大バーン、ここは一気に大バーンで焼いてくることを祈る。さあ来い、上取ってる。マジで遅いのかお前、焼けない。まずいぞこれは。相手の方が遅いのか、なぜだ。勇敢鉄角屋なのにまずい、燃やされる。鉄角屋ちゃんの方が、こっちの周りの鉄角屋の方が遅いだと、早いだと。なぜそんなことが。冷静最中なのかこれ。終わったな。待って待って、いや、素早さの遅さには自信があったんだけどな。やれやれ、
あとはしげみちゃんに任せるしかないぜ。スチルで防御1段階上がってるプラス、まあ、草技は4分の1だからな。的確やしげみちゃんでゴリ押せるかどうか結構怪しいぜ。これだけの的確やタイムがあると、ここはウッドハンマー打つぜ。渾身の一撃を見せてやる。うおー、ダメだはい、全然効かねえ。かぐや強え。初手台までボコられてしまったぜ。ほのみさん対戦ありがとうございました。2戦目はね、気を取り直してやっていきたいところですぜ。うおー、というわけで2戦目はこっち、周りの相棒エレザードをね使ったパーティーでいきますぜ。タスキエレザードでね、睨むぜ。うおー、やるぜー。まあ、初手、レザードでいいかな。エレザード、ドラパルト、水ロトムがいるといい感じかな。対ヌメルゴンが結構怪しい。イノムの方が安定するか。ドラパが特殊型なんですよな。ここ特殊型ロトム選んじゃうと相手のヌメルゴン崩せない気がしますので、この3体で行くぜ。かぐやはエレザードとドラパルトでなんとかする。ミドムもいるし、かぐや今回は出てこないと思うんですよな。出てくるとしたらヌメルゴンだと思いますぜ。対戦よろしくお願いします。ちょっとローブシンに薄い選出しちゃったかもしれないですぜ。ヌメルゴンから来た。早速だからだけどヌメルゴンにはしびれてもらうぜ。おお、ヘビにらみ。で、イノムーに引こうかな。 HD イノムーなのでヌメルゴンの攻撃は何でも受けられると思うぜ。エレザードの助けはね、温存しておきたいところ。物理、まあまあ効くな。物理型ヌメルゴンだったか。計算外。まあでもここはステルスロック巻くかな。ヌメルゴン引っ込めてくるんじゃないかしら。お相手多分有効打がないと思いますぜ。うんだよね。てっかぐやかミトムがいたら、ああ武神か。火炎玉、素直に格闘技で殴ってくるかどうか。ここはドラパルトを出したいが、素直に格闘技で殴ってくると予想。まずはドラパルト繰り出してみるぜ。ここ読まれたら負け。読まれないと思うけどな。インファイト、へえ珍しいな。ドレインパンチとかじゃないんだ。大魔切りたい。大ドラグーンが一貫しているので、ここはもう一気に大ドラグーンで勝負を決めに行きたいぜ。うおー、行くぜ。ドラパルト久しぶりに使うな。いけー、大相手もダイマックス。いいぞ。上から大ドラグーン撃つことによって攻撃力をダウンさせるぜ。そして
ステローブシンはそれほど特防が高いポケモンではない。火炎玉ローブシンならなおのこと。いけ削れ。あんまりダメージ出ないんだなあんまりダメージ出ないんだな。さあここはアイス持ってんのか。まあ耐えるでしょう。オッケーオッケー。いやでも結構痛いな。やけどのダメージ。さあ怪しいな。ここの大ドラグーンでローブシンを削るもダメージが結構伸びてるからな。ローブシン落とせないよな。いけ。うおー頑張れ。あられとやけどが入っても足りなさそうだ。だけどエレザードル倒せそうだな。ドラパルト落ちる。大ウォール持ってるかな。ウォール持ってると結構やばいんですよな。いやアイス格闘技あと多分大サンダーがあるんだけど、雷パンチがあるんだけど、マハパンチ入れてると思うからやっぱフルアタなんじゃないかな。壊すなのにハイパーボイスで落としますぜ。ローブション落とせるはず。引っ込めるんだ。へえ。なるほど。でもローブシンステルスロック入って落ちるんじゃないか、さすがに。くらえ、ハイパーボイス。ダメージ出ない。ヌメルゴン相手に雑に使っていいかな。イノム繰り出したいんだけどな。繰り出すか。イノム出しますで、次のターンつららばり打ちます。一応受かってるよなこれ。外す。うおー運が向いてる。ここつららばりでいいよな。くらえ。ヌメルゴン多分イノムの方が遅いかもしんない。ヌメルゴンが最速取ってるかどうかだな。いけ。スララバリが上から通らない。ロトムいるのか。いたのか。ここはエレザードに受けてもらうしかないな。特性が砂隠れなのでハイドロポンプ食らったら結構痛いんですけど。あーうまい。うまいなー。読んでるね。ここハイパーボイスで押してくぜ。ヌメルゴンの体が結構ね動かない気がするんだよねこのターン。しびれろ。オッケー。しびれろ。オッケー。うおー、エレザードセット。ハイパーボイスヌメルゴン撃破やっちまったぜ。いやー犯罪者だなイノムの前でボルチェン切ってくるぐらい上手いプレイヤーだからこんな形で突破してしまってかなり惜しい気がやってしまってる気がしますね。さあローブシンはステルスロックで落ちるはず。ロトムは武神はステロで落ちるはず。オッケーオッケー。
トムを突破するぜ。くらい。セット。ハイパーボイス。パワー耐えるはず。耐えないか。耐えないか。耐えたらいけるかなと思ったけど残念でしたぜ。イノムこれさ、つららで殴って HD ロイノムなんでロトムの攻撃耐えられると思うんだよな。つららでハイドロポンプ。アクハーてかメガネなのこれ。火力ありすぎる。あ、オッケーオッケー、効かない。ロトムメガネですね。2発。もうちょっと頑張れ。うおー、つららばり。次3発当てたら勝ちだぞ。ひるむなよ。動く。うおー、いけ。いや、ここ耐えれば勝ち、ここ耐えれば勝ち、ここ耐えれば勝ち。いけー。ほいだ。うおお、イノムゼロトムリア、かわいい。やったぜ。トナミさん対戦ありがとうございました。うおお、勝ちましたぜ。というわけでね、机の上のたっくんさん対戦ありがとうございました。コラボ対戦の結果ね、対戦は1勝1敗という結果に終わりましたぜ。1戦目はダイマックス、初手ダイマックスからの3立てによって周りの敗北。2戦目は、まあ、数々の視線をくぐり抜けたねエレザードくんとイノムの活躍によってね、なんとか勝利をもぎ取ることができましたぜ。まあ、2戦目の対戦内容自体は結構あれでしたけど、1戦目のねボロ負けを取り返すような1勝1敗にはなっちょなってね、形としてはかなりいいところの収まりどころになったんじゃないかなっていう感想ですぜ。さて、対戦終わった後タックンさんとツイッターの DM の方でやり取りをしてましたら、結構ヌメルゴンがやっぱりあれ面白い方だったようですぜ。持ち物が突撃直帰で技構成こんな感じになってたみたいですぜ。珍しいですな。冷凍ビーム、カウンター、パワーウィップ、地震。体力、HP に、ね、252振って、防御に172、攻撃に84振って、A に補正かけてますとのことでしたぜ。フルアタで、今、冷凍ビームあると確かに強そうですな。いやー、まんまとこのヌメルゴンにやられましたぜ。パワーウィップが当たらなかったのがかなり救いでしたな。イノムに想像以上に自信が入ってたりとかしてたので、特殊型じゃなくって物理型なのかなと思ってたんですが、まあ完璧な物理型っていうわけでもなく両刀アタッカーでしたな。物理防御方面にも固く受け出しできるような性能を持ってそうで、なかなか強そうなヌメルゴンですぜ。そして水ロトムはやはりこだわりメガネだったようですな。こだわりメガネ、水ロトム、ウォッシュロトム、あれ、ハイドロポンプがやっぱ一貫するかもっていうところで、ハイドロポンプはやっぱ打てずにいたみたいですな。エレザードがね、乾燥肌だろうなーってやっぱ思わせることに成功しましたぜ。エレザードは砂隠れでしたぜ。はい。周り側のね、対戦の方はこんな感じになりましたが、まあ、たっくんさん側視点の方の動画もね、同じタイミングでアップされてるかなと思いますので、ぜひぜひそちらもご覧いただければと思いますぜ。はい、本日のね、コラボ対戦実況以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いしますぜ。